川の流れの中に襟天を流して鈴木を釣りたいな。はい、というわけで本日もやっていきましょう。ドキドキ釣りチャンネルです。今日もね、バチ抜けを調査しに来ました。冒頭の歌は何ですかって感じですけどね、そんな感じに狙っていけば、春のバチ抜けは攻略できるんじゃないかという感じですね。前回の動画かで結構数は釣れたパターンにもはめられたんですけど、サイズがねまだ出なかったんで、漁具界でサイズも出ればなぁなんて思ってます。まあ小さくても楽しめてるんで、ね、小さいっつっても結構あるか、全部50近くあるんで、いいサイズを目指してちょっとねやっていければと思います。ちょうど満潮です。早く、一刻も早く着きたいんですがね、まだ到着できません。というわけで着き次第早速もうバチが多分抜け始めてれば絶好のチャンスなんで、ね、狙っていきたいと思います。それではまた現地からお送りします。イエイ。どうだ、すげえな今日は抜けてねえな、まだ。まあ様子見ながらやってみましょう。初っ端からもエリテンです。ワームでもいいけど値上がりが怖いんだよやっぱり。今日は抜けねえかな。昨日とさほど条件変わんないんですけどね、後ろからの風弱いくらい。この時間にはもう抜けてたはず。まあ一匹も見当たらないね。どこからともなく抜け出すかな。もうちょい経てば多分すぐ始まったと思います。でもまあ昨日の方が明らかに雰囲気はあったな。もうこの時間でハクとかボラとかいたもんな。もう多分下げ始まると思うぐらい。お、来た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 、抜け出した。一匹発見。どっからともなく現れた。よし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 、これで多分始まればあとはちょろいっす。あとはあいつが食われるか食われねえかだよな。抜き始まったぞ。食われろ、食われてくれ。ポツポツ抜けてますけどね、数匹。でも全然ライズがねえ昨日みたいな。シーバス入ってねえのかね。外したか。抜けてるよ、抜け出したよ。数が増えてきたよ。でもライズ起こらないよ。昨日はもっとこう刺してきてる感じだったんだよな。なんか違うんだね。
よし。擦れちゃったか。あ、食ってっか。よっしゃ。なんと今日も一本キャッチです。エビ天だ。エビ天ですね。はい、何時までやったんだっけ。明日も早いから8時前か、5時からだから、まあ、3時間一緒に3時間ないぐらいやってみました。3キャッチか。サイズは出なかったけどね、まあ思い通りの字はなんとかできたかな。お疲れ様でした。 See you next movie. バイバイ。